やべ、総理大臣が安倍総理のままになってるぞ。この除雪車も絶対使われてないしね。およそ400メートル先、左方向へ。もうどれも建物も完全に雪で埋まってる。およそ300メートル先、左方向です。相変わらず気温はマイナス5度。除雪ないし、ブルーシートが多いな。あの上の家絶対行かんねえぞ。この真上にも家て。16代目秋山郷の小瓶。この家も絶対入れないな。玄関が完全に埋まってるもんな。まだ新しそうに見えるけど。落雪ミリ側通行。ああ、ここが落ちてくるんだ、雪が。分は住んでないな。夏になったら戻ってくるかもしれないけど、まもなく右方向です。でこれ気温が高かったら多分これ崩れてくるよ。ほとんど見ないね。
れ治ってる？ここ前に来たら壊れてたような気がするんだけど、気のせいかな。神社だよ。行けるんかな。行った跡があるね。うん、まあ気合で行ったんでしょう。あのカーブミラーに映ってる車さ、何してんのかな。止まってるよね。こっち向かってこないよな。